あ、ちょい、行った。あ、こんばんは。こんにちは、こんばんは。こんばんは、柏木由紀です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。します。なんか、直接こんな二人でお話しするの初めましてですよね。はい。初めましてです、ほぼ。よろしくお願いします。なんか昔はあの一緒に写真も撮ったことありますよね。はい、グループ。あの、NHK かな。嬉しい。緊張しちゃう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あの、ウォン・ジョンヨさんのウォン・ジョンヨと同じあのコスメの会社から私もコスメ出させていただいて。あ、はい。先生にもメイクしていただいて。あ、はい。そうなんですよ。あと全然めちゃくちゃ個人的なあれなんですけど、来月コンサート大阪と東京はどっちも行かせていただきます。あれも来てくださるんですか。ありがとうございます。楽しみにしてます。頑張ります。頑張ってください。あの、早速なんですけど質問今日はさせていただけるということでいいですか。はい、はい、お願いします。まず一つ目が、あの、ももさんは自分で例えばプライベートの時とかに自分でメイクされることってありますか。ほぼほぼないです。もうほぼほぼなくって、本当に10年って、あ、1年に10回ぐらいですね。少ない。なんかたまにあの空港とか行く時に、空港行くだけなんですけど、すごい写真撮られたりとかするから、その時にスッピンやったらちょっとあれかなって思う日はやって見てるけど、なんか後から見たら、あ、やっぱ自分のメイクってちょっと微妙だ。そのセルフメイクする時になんかこだわってるとことか、ここだけはっていうところがあったらお聞きしたいなと思ったんですけど、やっぱりいつもあの先生にやってもらってる通りに真似しようって頑張るのが一番のこだわりです。だからこう、ここ全部やってもらってるから、ここはこうしてってこう真似はするんですけど、なんか結果はちょっと惜しいみたいな感じです。先生の技術がすごいですよね、本当に。いつもあの見て習ってます。うん、わかるわ。私もめちゃくちゃ勉強しました、この前。次、もう一ついいですか。はい。スキンケアもたくさんいろいろあると思うんですけど、なんかスキンケアで大事にしてることがあったら教えてほしいなと思うんですけど。なんか最近はなんか飲むビタミンもすごい大事だと思うんですけど、顔になんかこうスキンケアで塗るビタミンみたいなのがあって、なんかそれを始めたらすごいなんか調子が良くなった気がして。塗るビタミン、そう、なんかビタミンのなんていうの、うん、あるんです。なんかビタミンなんちゃらみたいな。でそれがすごくよくって、毎日寝る前に持ってます。あ、ビタミン大事なんですね。うん、大事な気がします。ありがとうございます。じゃあラストもう一つ、あのこれはまあ美容でもそうじゃなくてもいいんですけど、なんかこう毎日欠かさずやってるルーティーンとかってありますか。毎日欠かさずやってるルーティーン、あ、でもあのさっきも言ってたんですけど、あのワンジョンヨのパック、あ、このそう、それはもう朝に絶対にあの家出る前にやってます。絶対にやってます。なんかすごい乾燥肌で自分が、はい、それで毎日やって乾燥しないように努力してます。こうですか、とことここですか。もうこうこうでも適当ですね、結構。ポンポンってやっても上からマスクしちゃって外出ています。いいですよね。私もメイク前にめっちゃ、はい、ちょっとあのメイクの前とかも結構調子良くなる、うん、からすごいおすすめです。ウォン・ジョンヨのパック、ありがとうございます。嬉しい。ちょっと恐縮なんですけども、尽くし、あ、もう終わり、あ、すいません、終わりでした。ごめんなさい。短いですよね。
です。ありがとうございます。ありがとうございます。話していただいて、でもないです。また共演する機会とかがあったらぜひよろしくお願いします。はい、またぜひお話ししたいです。こちらこそお願いします。ありがとうございます。楽しかったです。